リンパススタイラス TG トラッカーは映像と推進力情報が一緒に記録できるところが画期的です。ここユカタン半島には4000から5000もの洞窟があります。非常に幻想的な風景が洞窟ごと潜る時間帯や時期、深さや天気によって毎回変わります。セノーテは驚くほど水の透明度が高いので、こうして水中から水上風景を撮ると浅いところから撮っているように感じますが、推進ログを一緒に見るとこれが水深7メーターあたりの意外に深いところから撮っていることが分かり楽しいです。光のカーテンの色や周りの明るさの違い、岩の雰囲気がだんだん変わってきますが、このように推進ログと同時に見ることで状況の変化がつかみやすいですね。センサーが水中であることを検知して自動で水中モードになりますから、入水した時に慌ててセッティングするような必要もなく、スムーズに撮影が始められて便利です。水深30メーター付近の淡水と海水が交わる部分で、まるで水中に雲が漂っているような神秘的な絶景が見られます。水深ログでその深さが分かるとさらに驚きますよね。ロスオホスは狭い洞窟から突然鍾乳石の広大な空間に広がる感じがドラマチックなんですが、スタイラス TG トラッカーの超広角レンズはその臨場感を撮るのに最適です。光の届かないこの深さの洞窟にもいろいろな生き物がいるんですね。スタイラス TG トラッカーにはヘッドライトがついているので、そんなちょっとした出会いも撮れて楽しいです。